白雲の章、火寒の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで火寒を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセイロス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。武勇名高い雷帝のカトリーヌさんとご一緒できるとは光栄ですね。知らないのか。これが雷帝、英雄の遺産の一つだ。遥か昔、女神より力を授かりし十人の英雄、その子孫に伝わる聖なる武具さ。つっても今回は雷帝を振るう機会はない。私らの任務は事後処理だからね。ロナート様はどうしてこんな無謀な反乱を起こしたんでしょうか。それはあんたの方が詳しいんじゃないのかい、アッシュ。わからないんです。ロナート様は僕に何も話してくださらなかった。きっとロナート卿はアッシュを自らの復讐に巻き込みたくなかったのだろう。ロナート様は僕を養子に迎え、実の息子のように育ててくれた方です。とても優しいお方でした。それなのにやっぱり兄さんのことが。なあ、あんたはダスカーの悲劇を知ってるか。4年前、ファーガス神聖王国の国王がダスカー人に殺された事件なんだが。構いませんよ、カトリーヌさん、続けてください。ロナート卿のせがれクリストフはその事件に関与した角で教団に処刑されている。ランベール国王は大規模な政治改革を行おうとしてたから政敵も多かったのさ。事件の真相がどうあれ、それ以来ロナート卿は教団に恨みを抱いてんだろ。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と、教団にクリストフを突き出した。報告、敵が接近中です。避けられません。敵の兵力が予想以上に多く、霧のせいで騎士団の包囲をすり抜けてきます。おっと、任務変更だ。総員、戦闘準備にかかれ。こう霧が濃くちゃどこにどれだけ敵がいるんだか把握できないね。霧の中から敵が囲まれたか。けど厚く包囲できる兵力はないはずさ。分散した敵を括弧撃破して
包囲を切り崩すよ。霧の中から歓声が。すでに騎士団が戦闘を始めているようだな。みんな不用意に突っ込むなよ。視界に入った敵から確実に潰していくんだ。ええ、いけるわ。ありがとう。そうさ、いけますよ。焦らず戦おう。私ですか？切り込むか。はい、頑張ります。どうする？出るぞ。ロナート様の悲しみと怒り、オラたちの手で晴らすんだ。まさか町のみんなまで戦場に。ロナート様はどうしてこんな。いや、ロナート様には近づかせぬ。逃げている。甘い。
兄の国のカサンドラ、我が息子を裏切った狂信者め。私の名はカトリーヌだ。メガネをしもべたるセイロス騎士団の剣、その身で味わいな。霧は晴れても我が息子の無念は晴れぬ。腐った中央教会に主の裁きを。ロナード様、どうか生き延びて、オラたちの分まで。すまない、こんなことが許されてたまるものか。メギツネにたぶらかされているのか。わしが真実を知らしめてやるしかない。吐く。申し訳ありません殿下、あなたと剣を交えることになろうと。ロナード卿、貴公の皮膚察するにあまりある。貴公を撃つのは本意ではないが、すまない。殿下、我が子のため、民のため、私はここで止まるわけにはいかぬのです。道を開けられぬと仰せならば押し通るしか。たる。このわしが。あんたは正義をすっかり見失っちまったんだな。せめて私の手で送ってやるよ、主の身元へね。ロナート教との因縁、こんな形で決着を見るとはな。みんなお疲れさん。
各自兵をまとめておいてくれ。どうしてこんな。ロナート様は優しい方だったのに、町のみんなもいい人ばかりで、僕はそんなみんなを殺してしまった。こうするしかなかった。それは分かっているんです。だけど無理をするな、アッシュ。ご心配をおかけしてすみません。僕ちょっと町の様子を見てきます。弟たちが無事でいればいいけど。俺も民を手にかけたのは初めてだ。彼らを守るのが俺の責務だというのにな。彼らは騎士でも兵士でもない。殺すべき相手ではなかった。いや、すまない。先生を責めるのは筋が違うよな。ああしなければより多くの民が命を落とすことになったかもしれない。分かっているんだ、頭では。それでもなあ先生、いつの時代の為政者も大義のため踏みにじった命に報いるために戦うと嘘吹く。だが大義の二文字を掲げさえすれば何を踏みにじっても許されるのか。ロナート卿は私欲のためでなく己の報ずる正義のために剣を取ったに過ぎない。こうして彼らを切って捨てずとも何か別の方法で理解し合えたのではないかと、俺はそう思わずにはいられない。お前は綺麗事だと笑うかもしれないがな。話してるとこ悪い。今回の事件意外に根が深いかもな。ロナート卿の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろ。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。よく無事に戻りました。これも主のご加護の賜物。いえ、加護だけではないのでしょう。あなたは私が期待した通りの逸材です。そう謙遜する必要はありませんよ。生徒の中には民兵と戦うのを躊躇した者もいたそうですね。民といえど他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。愚かにも天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。さて、問題はカトリーヌから報告のあったロナート卿の密書の件だ。密書には女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許しがたい計画が記されていた。実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。心強い言葉、感謝します。最短の儀はセイロス教の主たる女神の降臨を願う非常に重要な儀式だ。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。無論騎士団にも限界態勢で臨ませるが、隅々目を光らせるには人手が不足している。生徒まで動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。私の身は案ずるに及びませんが、
信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。以上だ。